はいどうも皆さんこんにちは、トウです。今回はね、皆さんにありがとうを伝えたい、あとトーク動画だったったです。皆様チャンネル登録者数100人ありがとうございます。わーい、パチ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 。いやー、100人だって結構ね、トップ YouTuber とかさ、本当に活躍されてる諸先輩方はさ、何千人、何万人、何十万人、何百万人、当たり前にいるみたいなさ、いよいよもう70万人に来たのでね、100万人も見えてきましたね、みたいな。見えてんの嘘みたいな。30万人だよって思うんだけど、なんかね、見えてるらしいです。トップの人からしたら。すごいね。ということでね、私、アポロ、チャンネル登録者数100人いったっていうことなんだけど、なかなかね、瞑想をね、しまくって、ね、初期の頃は、なんか、ゲームとか歌とかダンスとか何でもやるよみたいなことを言っていて、で、いざやったのって、カメラを回さなくていいから、喋る題材とかなくても、いっぱいステージがあるゲームなら、なんか続けて動画投稿できるからっていう、すげえリアルな理由でゲーム実況ばっか上げてた、実況とも呼べないようなゴミみたいな動画上げてたんだけど、歌も上げてたのよ。上げてたんだけど、一応定義上はミックスに含まれるのかな？定義上、俺のアマチュアミックスはかかってた。けど、ちゃんとした加工が入ってないっていう、まあまあゴミみたいな歌を上げてた時期があったんだけど、その歌をエンディングに使ってたことがあって、それをエンディングにしてた動画シリーズは全部今非公開になってんだよね。歌も一緒に。何はともあれね、100人いったんでね。俺、去年の5月1日に初投稿、自己紹介動画を投稿したんだけど、まあ、そこからね、約1年。正確には11ヶ月経って、100人。でも、もう何ヶ月も動画上げてなかったりとか、ゴミみたいな動画ばっか上げてて、誰も見てなかったっていう時期もあったから、一気に、その、見てくれる人が増えたのは、わたがしたわし。君と私、わたがしたわし、ナイトチャッシュ系、わちゃし、わたしは、わたし、みたいな。もう覚えてないやつをあげたの。なんかあれの歌詞間違ってたらしくて、もうね、俺も絶対合ってるみたいな。私みたいなことを言ってる人たちを内心バカにしてあげたのよ。歌詞間違えるわけないじゃんとか言ってあげたら、思いっきり俺が間違ってたっていう。そこでね、初めてショーツをあげて3000回 ?4000 回くらい伸びたのよ。いや、嬉しいなーと思って。で、そこから、ショーツってこんな伸びるもんなんだと思って、で、ショート動画をポン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 上げるようになって、何百、たまに何十みたいなこともあったんだけど、ということでね、まあ、アポロくん100人行きまして、特撮好きっていうことで、ウルトラマンとか仮面ライダーにあやかった動画を出させていただいて、ちなみになんで戦隊の動画がないかっていうと、戦隊もすごい好きだし、見てるし、ドンブラザーズとかも大好きでも、ドンモモタロウとか俺歴代レッドでダントツで好きなんだけど、ライダーは俺平成、空画以降は全部見てるのよ。空画以降は全部見てて、で、ウルトラマンは、まあ、全部見れてないにしても、メビウスで設定が一回リセットされて統一化されてるから、メビウス以降を見てるから、ある程度設定を把握できてるんだけど、戦隊って、歴史が途切れない割にどっかで統一されるっていうこともなくて、全部一個ずつ学ばないと紹介できるほど、動画にできるほどの知識量を得られないなって思って、それもなんか失礼かなと思って、初心者知識で動画を上げるっていうのもなーっていうので、戦隊のは上げてない。ちなみに俺は、真剣ジャー以降は全部見てます。歌いますアポロって言ってるぐらいだから、もともとは歌いてやろうかと思ってたんだけど、まあなんせ俺は歌が下手だと。なんせ俺はミックスボイスが使えない。地声が低いから、裏声にチェンジしたら、その一気に、パッて、音が高くなっちゃうから、なかなか高い歌が歌えない。ちょっとね、最近リアルでね、悲しいことが続いてて、おみくじを2回引いたら2回とも今日だったっていう、すげえことをやったんだけど。でも、登録者100人いきました。ありがとう。本当に。ほとんどウルトラ兄弟の力だと思ってる。やっぱりウルトラマンは俺のヒーローだ。わあ。ね。
個人的に一番伸びてほしい動画はメビウスのアスターのマット動画なんだけど、伸びないんだよね、なかなか。1年経ってね、俺もなかなか変わり、性格も悪くなり、純粋さはなくなり、歌はあげなくなり、なんかね、いい変化はなかったかなと思いますけれども、ここまで来れたのはみんながね、俺の動画をね、ポチッと、ちょっと気まぐれでね、ポチッと再生してくれたおかげでございます。そしてね、その時の気の迷い、何の気の迷いなのか、何の間違いなのか、俺のチャンネル登録ボタンをね、ポチッとしてくれたおかげでございます。本当にね、俺のチャンネルに流れ着いてしまったネットという大海原の被害者の皆様、きっと自分の乗ってきた船が難破して悲しんでいることでしょう。俺なんかのチャンネルに流れ着いてしまって本当に中傷様です。だけどね、俺もね、見てくれる人ね、一人でもね、見てくれるならね、その一人が楽しんでくれるような動画を作れるようにね、俺も拙いなりにね、頑張ってるつもりではあるんで、みんなが俺の動画を見てくれるから、でもね、動画上げていられるんだ、待ってくれてる人が一人でもいるんだろうなって思ったら、なんかもう徹夜で編集とかやっちゃうし、だから本当にいつもありがとう、大好きだよ、ありがとう、ありがとうね、みんな大好きだよ。もうね、本当リクエストとかね、質問とかね、あったら何でも、ちょっと言い過ぎか、できることなら何でも答えるから、できることならね、できる限りのことは答えるからさ、だからみんな応援よろしくね、あとコメントいっぱい残してね。次は200人に向けてね、頑張っていきましょうか。頑張るよ。1000でもね、200でもね、500でもね、何でもいいですよ。本当に伸びなくてもいい、このまま100で止まってもいい、減ってもいい、誰か一人でも動画を見てくれるならね、変わらず動画作り続けるんで。じゃあそういうことで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあ大好きだよ、バイバーイ。ありがとうね、みんな大好きだよ。あ、ここで手振っても見なきゃ見えないのか。そうだ、危ねえ、これ音声だけだ、動画じゃないのに手振っちゃった。